私のバカ、寝坊しちゃって時間なかったのに、いつまでも身だしなみを整えちゃって。でもでも寝癖が全然治らなかったんだもん。町の近くまで行くとなると誰に見られるかわかんないし、だらしない格好はできないもん。ただでさえ私は人から誤解されやすいのに、ちゃんと普通の人間っぽい格好しないとまた魔物だと思われて嫌とかいられるかもしれないし、今回は大丈夫よね。ちゃんと流行のファッションを身につけてるし、一応誰かに間違えて攻撃されても平気なように武器とか防具とかあるし、もうこんな風に気を使いたくないんだけどな。どうして私の見た目は他の子と違うんだろう。喋る言葉も心も普通の人間と同じなのに、なんて嘆いても仕方ないよね。こういう風に生まれちゃったんだもん。こんな私でも受け入れてくれる人たちもいるし、エリザベスパークのみんなは私を普通の人間と同じように扱って愛してくれる。でも守られて良くしてもらってばかりだと申し訳ないから、私もエリザベスパークのお仕事を手伝うことにしたの。今回は伐採された木材を指定された場所まで運べばいいのよね。木材重くて大変だけど、私力持ちだから大丈夫。ぶつかっちゃった。ごめんなさい、急いでたから。大丈夫？怪我してない？うん、伊達にモフモフしてないんだから。この毛皮がふんわりクッションになって怪我しないのよ。ほら鎧も着てるし防御は完璧。心配してくれてありがとう。私はリマっていうの。ちょっとね、お仕事でランドソルへ向かってる途中。あなたは？うん、よろしく。あなた私のことを怖がらないのね。変な人、大抵みんな私を見ると魔物だとか言って逃げちゃうんだけどね。ひどい場合だと退治してやるって攻撃されたりするんだから。違う、私は魔物じゃないのよ。少なくとも自分では普通の人間のつもり。ちょっと見た目はみんなと違うけど、私みたいなのってかなり珍しいみたいで、普通の人間でもビーストでもエルフでも魔族でもない、世界でも他に類例がない特別な種族なんだって。うん、まひるちゃんがいろいろ調べてくれて。まひるちゃんっていうのは私を保護してくれてるエリザベスパークの経営者なんだけどね。あなたは牧場までお手紙を届けに行く途中だったの？ああ、ここはランドソルと牧場をつなぐ街道だもんね。あなたって郵便配達をするギルドにでも所属してるの？違う？個人的に引き受けた仕事なのね。そっか、お仕事お疲れ様。ぶつかっちゃったお詫びにそのお手紙、私がエリザベスパークまで届けてあげよっか。うん、私は木材を町のそばまで運んだらあとはもう牧場に帰るだけだし、ついでに手紙を届けてあげる。わざわざ山の上にある牧場まで行くのは大変でしょ。私町の中には入れないしね。仕事を終えたらすぐに帰らないといけないの。魔物が町に侵入したとか大騒ぎになっちゃうから。安心してね、私はヤギじゃないからお手紙を食べたりしないわ。ちゃんと牧場まで届けるから。ん？自分が引き受けた仕事だから自分でお手紙を届けたいって？真面目なのね。おっと、そういえば遅刻しそうだったの忘れてたわ。もう行かないと。ごめんね、ぶつかっちゃったお詫びは改めて、また今度ね。
私、なんだかあなたのこと気に入っちゃった。おーい最近よく会うね。うん、私はまた町まで木材を運んでるの。近頃魔物が暴れて家屋が壊されたりしてるからね。その修復のために木材とかの需要が増してるみたい。家屋が壊されてるってことは町の中まで魔物が入ってきてるってことでしょ。怖いわよね。あなたは大丈夫？魔物と遭遇したりしてない？心配。あなたはあんまり強くなさそうだし、魔物に襲われたらすぐ逃げなきゃダメよ。大声で助けを求めたりするのもいいかもね。私が近くにいたら助けに行ってあげる。こう見えて結構強いのよ私ともかく、あなたは今日も郵便配達の仕事をしてるの？違うの？町の外で魔物が大量発生してるから、その実態の調査と可能なら討伐をするのね。大変そうな仕事ね。お疲れ様。働き者なのね。会うたびに何かお仕事してる感じ。もっと遊んだり息抜きしたりしてもいいんじゃない？あ、それは私も。そうね。でも私この見た目でしょ。町に入ったら騒ぎになっちゃうし、遊び場をぶらつくわけにもいかないからね。本当はお店で服とかアクセサリーを選んだりスイーツを食べ歩いたりしたいんだけど、そういう普通の女の子みたいなことは私にはちょっと難しいわ。え、どうしてって、ほら私魔物っぽく見えるでしょ。町に入ったらそれこそ警備兵とかに討伐されちゃうわよ。一生に一度でいいからデートとかしてみたいんだけどね。しおりちゃんがよく読んでる少女漫画みたいにロマンチックに、普通の女の子みたいに。ん？木材を運ぶの手伝ってくれるの？それは嬉しいし助かるけど、あなたの腕力じゃ木材を運ぶのは無理じゃない？私だって滑車に積んで運ばないと動かせないもん。すっごい重たいのよ。それにあなたにはあなたのお仕事があるでしょ。魔物の調査と討伐がうまくいかなかったら私を魔物として退治してもいいのよ冗談よ。うん、あなたはそんなひどいことはしないわよね。私みたいなのに屈託なく話しかけて優しくしてくれるような男の子だもん。ほんと少女漫画のヒーローみたい。でもだからこそ私みたいな化け物じゃなくて普通の女の子に優しくしてあげて。おっと、立ち話してちゃダメね。私はもう行くわ。早めに指定された場所に木材を運んでおかないと、それを集荷しに来た人間と鉢合わせしちゃうから、怖がらせちゃうからね。じゃあね、おしゃべりできて楽しかったわ。あなたもお仕事頑張ってね。バイバーイ、またね。大体切り出せたかしら。あとは牧場まで運んでもうちょっとサイズを整えたりして加工して、注文された分だけ町まで運べば OK 木材を運んでる途中であの人とよく会うし、それを楽しみにしてるから仕事にも身が入るってものよ。あの人私みたいなのにも偏見もなくおしゃべりしてくれるし大好き。もちろん
お友達として好きってこと。会いたいな。そのためにもお仕事頑張らないと。よっこいしょ。やっぱり剣より斧とかの方が木材の伐採には適してるわよね。だけど私の手だとこの剣じゃないとうまく扱えないんだもん。でも大工仕事も楽しくなってきちゃったわ。うんうん、何事も楽しんだもん勝ちよね。私はあんまり器用じゃないから木材を伐採するぐらいのことしかできないけど、木彫りの人形の作り方とか調べてみようかしら。上手に作れるようになったら牧場の売店とかでお土産として売れるかもしれないし、お世話になってる分エリザベスパークに貢献しないとね。木工の本とかはしおりちゃんに頼んで手に入れてもらえばいいわよね。自分で買いに行けたらいいんだけど、私は町には入れないし。でもいいの、いつだってよかった探しをしないとね。そこそこ毎日ちゃんと充実してるし幸せだもん。これ以上を求めるのは欲張りよね。お、あれ、こんな山の中で何してるの？ずいぶん慌ててるみたいだけど。この近所で魔物の目撃情報が多発してる？だから町から討伐隊が送り込まれたって？あなたもその討伐隊に参加してるのね。私が見つかったら魔物と間違われて攻撃されちゃうかもしれないから、あなたが助けてくれるって？うん、そこの茂みに隠れればいいのね。わかったわ。ありがとう。助かったわ。私ったら完全に気を抜いてたから、討伐隊に見つかったら何もできずにやられちゃったかも。やだ、かっこいい。でも、あなたはどうして私を守ろうとしてくれるの？嬉しいけど、みんな、私みたいなのは普通怖がって遠ざけようとするのに、あなたって変な子ね。でもありがとね。もう大丈夫？討伐隊遠くへ行っちゃった？よかった、一安心ね。ありがとう、かばって守ってくれて。嬉しかったわ。おとぎ話の王子様みたいだった。うん、討伐隊がうろうろしてるみたいだし、私しばらく安全な牧場に引っ込んでるわ。間違えて魔物として退治されたら嫌だもん。もう嫌なっちゃう。私が普通の人間だったらこんな気を使わなくて済むのに。どうして私はこんな見た目なのかな。なんて泣き言をぼやいても仕方ないわ。現状を受け入れてよかった探しをしなくっちゃね。私いつもそうしてるの。お仕事を控えなくちゃいけないならしばらくあなたと会えなくなるのが寂しいけど、命には変えられないもんね。ほとぼりが冷めるまでおとなしくしとくわ。寂しいならあなたの方から牧場に会いに来てくれるって？ありがとう。うん、楽しみにしてるわね。やっぱりこの人は優しい子。好きよ、とても。でも種族が違う、立場が違う、何もかも違う。どれだけ私があなたのことを好きになってもお友達以上にはなれないの。それは本当に寂しいことね。
あれ？やっほー！エリザベスパークへようこそ。また郵便配達のお仕事をしてるの？そっか、いつも頑張って働いてて偉いわね。いい子いい子。私も手伝ってあげたいけど、まだ近所を魔物の討伐隊がうろついてるから、あんまりお外に出ちゃダメって言われてるのよ。さすがにリンちゃんみたいに四六時中引きこもってると息が詰まるから、たまに討伐隊がいない時を見計らってお散歩ぐらいしてるけどね。まあ討伐隊の人たちも暇じゃないだろうし、そのうち立ち去ってくれるだろうとは思うけど、それまでは辛抱しておとなしくしておくわ。家宝は寝て待てよね。そのうちまた平和になるはず。お、ごめんねって、どうしてあなたが謝るの？同じ人間がどれだけひどいことをしたって、別にあなたは何も悪くないんだからね。いいのよ、こういうことには慣れてるから。牧場に居候するようになってからはあんまりにも平和すぎて忘れてたけど、昔はずっと魔物扱いされて追いかけ回されるのが日常だったんだもん。ちょっと昔に戻っただけだし、未来には希望と平和があるし、それを信じられるうちは私は大丈夫よ。だからそんな顔しないでね。眩しい。どうしたのそれ、なんか光ってるけど。リマ、リマ、リマ、あれ、もしかして迷子になっちゃった？リマ、リマ、ここどこ？リマ、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 あそこを歩いてるのってリマ。おーい、リマ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 。うん、こんにちは。リマ、リマ、リマ、リマ。こんなところで何してるの？お散歩？リマ、リマ、リマ、リマ。私もお散歩してたんだけど迷子になっちゃったの。リマ、リマ、リマ。お天気がいいからつい歩いてるうちに楽しくなっちゃって。リマ、リマ、リマ。気づいたら街の中にいたの。リマ、リマ、リマ。でも早くお家に帰らないと。リマ、リマ。また脱走したと思われてお外に出してもらえなくなるわ。リマ、リマ、リマ。だから早く帰りたいんだけど。リマ、リマ、リマ。私のお家への帰り道ってわかる？うん、リマ、リマ、リマ。当たり前だけど話が伝わってる気がしない。リマ、リマ、リマ。仕方ないわよね、私たちは種族が違うんだから。はい、お疲れ様。あんたが今見ていたのは夢みたいなものよ。目覚めればすぐに忘れちゃうわ。まあ街中で動物とばったり遭遇するなんていかにも夢って感じだから、あんたもすぐに夢だって分かっただろうけど、なんてね。どうも、俺も今後も同じような夢を何度も見ることになると思うけど、今はあんまり気にしなくてもいいわ。そんなことよりももっとリマちゃんと会話してあげてね。さっき見た通り、あっちではあの子は基本的にリマ、リマーとしか喋れないから会話ができないのよ。基本的に一方通行になるわ。でもこっちではできる。それって絵本みたいな奇跡だわ。大事にしてちゃんと仲良くしてあげてね。種族の違いっていうのは分厚くて高い壁だけど
そのために歴史上いくつもの悲劇が生まれたわけだけど、だからこそあんたたちはって思うのよね。いっぱい奇跡を起こしてきたあんたにならできるわ。私応援してる。じゃあね、今回はこの辺で失礼するわ。バイバイ、またね。どうしたの？ボケーっとしちゃって。やっぱり働きすぎで疲れてるんじゃないかしら。急ぎの用事がないならエリザベスパークで休んでってね。私おもてなしをする。お茶とお菓子を振る舞うわ、たっぷりと。うん、大歓迎よ、いつだって。牧場は山の上にあるから行き来が大変だろうけど、たまには仕事じゃなくても遊びに来てね。しばらくあなたの顔が見られなかったから私とっても寂しかったのよ。あ、え、何それ、リマリマって？私のこと？マヒルちゃんは私をリマリマって呼ぶし。やめて、リマ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 って連呼しないで。なんかよくわかんないけどすっごい不安になる。ありがとう、やめてくれて。どうしちゃったの？なんだか寝ぼけてる感じね。もしかしてさっきも立ったまま寝てたの？不思議な夢を見た気がするの？どんな夢？え、私を夢に見たの？そんなに私のことを夢で見ちゃうくらい意識してくれてるのね。なんだか嬉しい。私もたまに夢を見るわ。朝起きたら私は普通の人間の女の子になって、どこにでもあるようなありふれてるけど幸せな日常を謳歌するの。夢は夢だけどね。だから目覚めた時ちょっと寂しくなるし、私は私としてこの現実を生きていくしかないんだけど、いいわよね、ちょっと夢を見るぐらい。